おーい、調子はどうあと残ってる仕事はああ、この段ボールの品出しだけね。オッケー、手伝うよ。どうこのバイトにも慣れてきた <laughs> 覚えることたくさんあるもんね。私私は3年前から働いてるよ。このスーパーのオープニングスタッフだからね。 まあ、就職あるから今年で最後だけど。ほとんどの社員さんよりも、この仕事に詳しい自信はあるよ。それにしても、君結構シフト入れてるよね。どうしてえおたかつ <laughs> そういうことか。推しに貢ぐために、不養が外れるギリギリまで働いてるんだ。 <laughs> あ、ってことは、君、彼女は。<laughs> へえ、彼女、できたことないんだ。よかった。余計な手間が省けた。うん、いや、なんでもないよ。<laughs> バカ馬鹿にしてないってば。<laughs> やべ、チーフだ。静かに。いらっしゃいませー。 おう、チーフ、お疲れ様です。いえ、ふざけてないですよ。はい、あとはここ出せば終わりです。はい、終わったら商品整理ですね。わかりました。はい、それでは。はあ危ない危ない。怒られるところだった。あの人怒るとめんどくさいんだよねー。おっ 終わったこっちも終わったから、片付けちゃおっか。よいしょっと。あー、持ってくれるのたくましいじゃん。バックヤードに置く場所があるから、一緒に行くよ。そこに置いて。最後に、ゴミ捨て場に持ってくから。あー、そういえば、出血管理表の見方わかるサインする場所あるけど。 もうわかんないか。教えてあげるから、こっち来て。おりゃ。<laughs> 君のこと、押し倒しちゃった。<laughs> 心配しないで。ここは監視カメラに映らないし、誰か来たらすぐにわかるから。は <laughs> 君の困惑してる顔本当に可愛い。 私ね、今まで本当に人を好きになったことないんだ。付き合ったことは何回もあるけど、どうしても好きになれなくてね。実は、初めてのキスもまだなの。でも君を見たとき、体に電流が走ったみたいだった。一目惚れで、これが恋だってすぐに分かったの。 そうしたらさ私の全てを君に捧げたい君の全てが欲しいそう思うようになったんだ <laughs> 私の初めてを全部あげるから君の初めてを全部ちょうだい本当はもっと段階を踏むつもりだったんだけど君に彼女がいないって知っちゃったら我慢できるわけがないよ し、静かに。<laughs> 危ないね。こんなところ見られたら、二人ともクビだ。戻った方がいい大丈夫だよ。今日のこの時間からは、人、いっぱいいるから。君には、これから、 私をこんな気持ちにさせた責任を取ってもらわないといけないからね。逃げられると思わないでよ。うん。バレにくいとは言っても、大きな声出したら普通にバレるから、我慢してね。好き勝手される覚悟はいい <laughs> それじゃあ。 いただきます。